長らくお待たせいたしましたという一言に尽きると思うんですけどもあの僕自身も最高カテゴリーインディカシリーズに、えー、挑戦しまして、えー、3シーズンここまでやってきました、えー、これまであの何度か本当にあの優勝に近いところを走ったり、えー、ただそのためにこう手からこぼれ落ちるように勝てなかったりしたんですけども、えー、4年目の今年、えー、ようやくあの表彰台の頂点に立つことができました。 えー、再出発という言い方はちょっとおかしいかもしれませんがようやくあの僕が目指すような環境作りができそして自分が、えー、イメージするような走りができ、えー、13年目にしてようやくです、ね、メジャーシリーズでの1勝を飾ることができてここから勝負だと思っています13年間勝ちたいと思い続けてやってきたことこれってやっぱりレースって本当に勝つとあっけないぐらいあっさりね やってくるもんだななと思ううし簡単って言葉はあんまり使いいたくでですね誤解されちゃうのでだけど本当に簡単なんですよねだからすべてのピースが揃うと本当に誤ってボタンをかけ,違うねかけ違えてしまうこともないし本当に強く持っていると何も意識しなくてもバッドラックはやってこないしまああのメンタル的にもまだまだこれからねよくなるんじゃないかなそれをこう維持できているモチベーションっていうのはやっぱり勝ちたいっていう。 本当に勝ちたいこのスポーツで頂点に立ちたいもっともっと優勝してさらにいいドライバーになってさらにいいチームに、ね、してっていうそういうやっぱりこう次へ次へっていう気持ちがあるので、まあ、ここまでもね13年間悔しいレースたくさんありましたけどもやってこれたし逆に今ここからはその折り返しの13年じゃないけどさらにようやくここからやりたいレースができるぞっていう非常にこう期待感にあふれている瞬間でもあるのでモチベーションはさらに上がってしまったような気がしますね。